日本対ウルグアイ、解説には元日本代表の北澤豪さんをお招きしています。どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。さあ北澤さん、今日のカードですが随分すごい顔ぶれになりましたよ。いや本当にね、素晴らしい選手揃いですから、今日はスーパープレーなんかも飛び出すかもしれませんよ。その辺も期待できるかもしれませんよね。はい、さあ選手入場です。ご紹介が遅れましたが、今日のピッチレポーターは岩本照夫さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ディエゴ・ロペス、ディフェンダーとしてプレーします。さあ間もなく試合が始まります。さあ観客の見守る中、開始の笛が鳴りました。向かって右側がウルグアイ、左側が日本。カジ抜き去ります。頭でクリアします。中へボールが入ってきたんですが、落ち着いた守りを見せています。ここは戻します。競り合った、横へ持っていく。ディオゴ、ゴール前を狙っています。クロス入れてきた。先制点のチャンス、ここで激しい、来たか、あっとゴールなりません。大きなチャンスでしたね。残念です。ですよね。ウルグアイ、いい攻めを見せてきました。ここをウルグアイが攻めます。いい攻撃だ。ソサ、ディオゴ、ここはボールを下げました。トラップ、滑り込む。サラジェタ、ディオゴ、攻め上がったんですがここはうまくいきません。あっと打った、キーパーを防いでいる。ここはなんとかクリアです。コーナーです。ここは何としてでも決めたいところですね。ボールが入ってきた、流し込んでポストに当たる。しかし今のコーナー危なかったですね。そうですね。でもしっかり合わせてきましたよね。操作、必要なチェック、プレッシャーを与えます。おお、開きますよ。ここで奪い合う。おっと、ここでファールです。さあ狙ってきた。おっと、決められない。いや、際どいな。直接狙ってきましたが枠を捉えることができませんでした。いや、惜しい場面でしたね。ヘッドでの競り合い、右へ出した。カジ、中盤のプレイヤーです。小笠原、前に送って、ホルラ、大きく横へ運んでいきます。いいディフェンスですよ。激しいチェックが続きます。
ソーサ取り返した。もっとヘッドで競り合う。一旦戻します。左に送って、少し出して、シュート、おっと危ない、押し込んでくる。右足決まった。ウルグアイ敵地での先制点です。最後はやっぱりこの男、サラジェタ。キーパーこぼれたところにうまく食いつけました。今のはね、キーパーも一度触りましたからね、しょうがないでしょうね。さあリプレイ画面が流れています。ですが見事な先制点となりましたね。日本としてはこれで点を取りに行かなければならなくなりましたよね。さあいずれにしても面白い展開になってきました。さあ日本先制点を許しました。そうですね、まあある意味余裕がなくなったわけですからね、できるだけチャンスを逃してはいけない状況ですよね。いい形で囲い込んでますね。デコバ中央から行った、行くか、いいですよ、ゴール前だ、またチャンスだ。さあ固まっている、チャンスになる。下がったボールはパブロ・ガルシア。前半も15分が過ぎました。日本防戦一方になってきました。強い、うわー、フリーだ、コースを探す、そのまま合わせた、これを決めた、ゴール、2点目、ウルグアイリードを広げました。フォルラン、クロスをボレーで合わせました。そしてボレーシュートが決まっています。それにね、上がったボールも素晴らしかったですよね。ダリオ・ロドリゲス、サイドからチャンスを作り得点に結びつけています。ゴールを決めたのはフォルラン。さあ画面にはリプレイが出ています。北澤さん、ウルグアイ前半で2対0というのはもうこの辺は見事と言ってもいいんでしょうか。そうですね、見事ですよね。点も与えてませんし、やはりバランスよく見えていますよね。日本2点差となりましたがいかがでしょう。そうですね、巻き返すということよりも1点でも返しておいた方がいいということですよね。そうですね。サントス、そしてボールはここまで来ています。さあ競っていく、おお、ここで笛です。このセットプレーは日本ボールになります。よく守ります。日本必要に攻めているんですがまだ及んでいません。競り合った、左にはたいた、ミドルシュート、しのいだ、左からのコーナーキック。ボールを蹴るのは小笠原。さあ狙っていった、いい守りです。おっと、縦に出して短く出します。チェックが効いていました。いいプレッシャーだ。右にはたいた、久保、さあ競っていく、ここから小笠原、前線に送られる、カットします、軽く出して。放送席、カビラさん、ホーム側なんですけどもっとサイドを使えというようなアピールをしてましたね。そうですか、ありがとうございます。一旦預けます、ミドルで来る、若干力入りすぎましたけど長い距離でも十分に狙ってこれるということでしょうね。ディオゴ、大事なところ、
さあここまで上がってきました。あーこれを決められない。しかし北澤さん、はい、あそこで一人で上がっていきましたね。そうなんですよね。ああいったプレーが相手にとって脅威になる時もあるんですよね。ヘッドでの競り合い、うん、いいワンツーだ。後ろへ預けた。ここは精一杯クリアします。ソーサチェックに行く。中の動き素晴らしいですね。サイドからの攻めを見せたんですがここは阻まれています。カジ詰め寄られた。食い止めた。激しく奪い合います。リターンからフクニシ。北澤さん、ウルグアイ得点後の動きなんですがどのように映りますか。そうですね、大きな得点を入れたわけですからね。さらにもう1点という気持ちが動きに見られますよね。なるほど。後ろへ下げる久保。今のところ1本シュートを打っています。前、右サイド、うん、仕掛けてきた。サイド攻撃を見せましたがここは攻めきれませんでした。プレッシャーをかけます。右に出して、そしてここはディエゴロペス。さあ北澤さん、はい、日本この時点で2点の差をつけられています。だんだんとこう中盤で動きやすくなっているようにも見えるんですが。そうですね、このあたり早くなりましたよね。ダリオ・ロドリゲス、さあシュートだ。グラウンダーでした。いい弾道だったんですけどね。もっとヘッドで競り合う。高原、カジ、おっと追いません。逆にこれはチャンス。わずかに右へそれました。北澤さん、日本現在2点差を追っています。追う立場にあるわけですが少しずつ攻めに転じている場面が増えていませんか。そうですね、失点するまでは崩されるシーンはありましたけど今はそれほど守備陣が崩れたりとかうまくいかない状況ではないと思うんですよね。おっと前に3人上がっています。おっと危ないところでファールです。日本絶好のチャンスを迎えています。これは外れました。いや惜しいところでした。チャンスでしたよね。もったいない感じですね。ディエゴロペス、足技見せます。いいプレッシャーだ。お、いいでしょう。中へ通す。しかしここには誰もいません。この位置からスローインに変わります。ダイレクトで出す。再びスローイン。現在2点差を争っています。細かいボールの奪い合い。届かない。ヘッドでの競り合い。大事なところ競り合います。さあ前半の40分を回りました。チェックに行く。中央へボールが出てきた。サントス、さあ競っていく。ここでホイッスルがありました。さあ面白い位置でフリーキック、流し込んだ。ここは入れたかった。
福西、長いボールだ、レコバ、ダリオ・ロドリゲス、モンテーロ、回します、いいでしょう、ここで激しい、入るか、ゴール、前半終了間際、ウルグアイ勝負を決めてきた、落ち着いて決めたのはジェバントン、先に2点リードしましたからますます戦いやすくなりましたよね。さあウルグアイ最初にリードしてからさらに2点追加しています。画面ではリプレイをご覧いただいています。しかしこの時間での追加点いかがでしょう。そうですね、これで相手もね、ここからどういう形で出るかですよね。さあウルグアイ3点差をつけています。さて北澤さん、日本この時点で3点差を追う苦しい展開になっています。この辺からちょっと下がったところでふと奪われてヒヤッとするシーンが多いですよね。はい、場合によってはただのミスでは済まされなくなるんでね、注意してほしいですね。はい、カメラさん、カメラさん、ロスタイムが2分です。今紹介がありました、ロスタイム2分です。さあ前半ロスタイム、中央から上がっていった、さあ一人で上がっていきます、大事なところ、いい攻撃、強い、うんと、これはどうだ、ここでね、本当はファウルしてはいけないんですがね、シュート、日本2本目のコーナーキック、ここは大事にいってほしいですよね。さあこれは入ってきた、さあクリアしたボールをまた拾う、サイドへ出した、流し込んで、そして今ホイッスルが吹かれて前半が終了しました。ウルグアイ調子いいですよね。リードして前半を終えたわけなんですが、どのようにご覧になりますか。はい、抑えたというよりもね、攻め続けたことによって相手側にチャンスが生まれなかったんでしょうね。この好調がね、後半も長く続くかですよね。それではこのハーフ少し振り返ってみますが、前半12分サラジェタ先制となるゴールを奪いました。さらにまた重要な場面があったんですが、前半16分ポルラ、あの局面相手を引き離すゴールを決めています。そうなんですよ。後半がスタートしました。エンドが変わって右に日本、左にウルグアイ、あっとチャンスボール、さあ競っていく、ディオゴ右から行きます、まだ上がっていきます、ここはディフェンスされました、回します、左へ出した、ここは戻します、左から攻めていきます、一人で上がります、右へ出す、福西ヘッドでクリアした、エリア内に2人いてそこへ入れてきたんですが、ここはしのがれています。モンテーロ右に回して、ディオゴディフェンスの選手です、右から攻めていきます、さあ一人で上がっていきます、おっと抜けてきた、さてコーナーキックに変わります。打ったらすぐ動かないといけない場面ですよ。中を狙ってきた、ヘディング、リスティング、さあこの位置でタッチを割りました、さあいけるか、中入れてくる、頭でクリアします。サイドからの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。さあ速攻、カジ味方を探している、
さあ絶好の位置でスローインです。さあ固まっている、押し戻した、大事なところ、ここは阻まれました。2人いたんですけどね。一旦後ろへ返します。モンテール、ダリオ・ロドリゲス、パブロ・ガルシア、ウルグアイ大差でリードしています。激しいチェックが続きます。逃げます、いいところで受けた、ダイレクトでここを外した。しかしすごいシュートでしたね。惜しかったですね。また奪った。カビラさん、ホーム側なんですけど選手変わりそうな感じですね。何かこう指示されてましたよ。なるほど、交代があるようです。パスをつないでいく。ウルグアイよく攻めています。落ち着いています。よく走ります。いいマークでしょ。福西、そして宮本、頭でいく、久保、右にさばいてチェックに行く日本。さあここまで押し上げてきました。左へ回す、福西、縦に送ります。通りません。日本苦しい状況です。競り合った、ステップワーク見せます。おっとここでファールです。これ変えてきますね。フリーキックとなります。ボールは正面へ、止めた高原、柳沢、ようやくこの2人のツートップにボールが絡んできています。しかしここは防がれました。ウルグアイとしてはこれでいいと思いますよ。ソサ、チェバント、ディオゴ、いくか、ここは一難逃れます。遠くから行った、強すぎたんでしょうか。ここまで持ってきたんですが残念でしたね。いや外れましたけどね。これが次へのきっかけになるかもしれませんよ。レコバ、最後に打っていきました。おっと競り合います。あとホイッスルがありました。フリーキックになります。頭でここで流れをつかみたい。もっとヘッドで競り合う。後ろからチェック、おつぼい、外へ開きます。あっとここには誰もいません。ウルグアイボールになります。左サイド長いボール。カビラさん、ホーム側が動きそうですね。2枚目のカード切ります。14番の選手に変えてどうやら34番を投入するようですね。なるほど、そうですか。坪井、小笠原、詰め寄られました。これはファールの判定。日本再び選手の交代を行います。日本ピンチを迎えます。狙った、壁に当たった。カビラさん、はい、岩本さん、アウェー側なんですけどピッチ脇で誰かアップ始めてますね。動きそうですね。そうですか。どうやらベンチに動きが見られるようです。さあ競っていく、おっと危ないところでファールです。ここで選手の交代が告げられます。まあここでね、交代にはなりましたけどなかなかの動きしてたんですよ。相手のパスもうまく触ったりしてね、ちゃんとチームへ貢献した上での交代だと思いますよ。右に送ります。おっと、ここで奪った。
さあ固まっている。この位置でスローイン。さあいけるか。ファールを取られました。まあ守る側からすれば危ないシチュエーションでしたからね。さあ固まっている。このボールをカット。ウルグアイ中央から上がっていく。少し出して通りません。ちょっとこれは読まれましたね。福西、小笠原、詰め寄られた。高原、大事なところ。さあ前を向いて、ここからパブロガルシア。あと少しで後半30分。中田、高原、さあこっからだ。狙った。福西、日本決定力の差が現れています。柳沢、スライディング。ここにモンテーロ。これはファールの判定、イエローカード。直接フリーキックになります。さあこれを中へ入れてくる。シュート、スライディングタックル。柳沢、田中、ここはボールを下げました。坪井、日本ちょっと相手になりません。おお、シュート、左足、まだ生きている。攻め上がったんですがここはうまくいきません。いいディフェンスですよ。激しいチェックが続きます。バレラ、縦に送ります。また戻す。後ろからのマーク、中央から上がっていきます。ホルラン、サラジェタ、さあ戻して、細かいボールの奪い合い。スペースを狙う。ここで激しい。三浦、ヘッドでクリアした。自分たちのリズムに持っていきたい。バレラ、まだシュートは打っていません。いいプレッシャーだ。小笠原、カジ、短く出します。足技見せます。どうする。そしてシュート、これはコーナーキックです。なんとかこのチャンスでね、1点取りたいところでしょうね。日本ホーム側でコーナーキックを迎えています。いいディフェンスだ。さあいけるか。ホルラン、右に出して、ダリオ・ロドリゲス。さあ後半40分を回りました。さあどうする。日本ペースをつかみたい。日本ボールキープしています。福西、壁を使います。大事なところ、ここはカット。ちょっとね、感覚が揃ったかもしれませんね。カジ、ウルグアイ、もうこの時間帯になると余裕を持ってプレーする感じでしょうか。まあポゼッションを高めていくことによって相手の攻撃はないわけですからね。ただ奪われ方だけは注意した方がいいですよね。なるほど。おっと、奪われた。
縦にボールが出て、右へ展開。さあチャンスを迎えている。強い。さあ一気に前線を切った。ピンチを逃れました。左へ出した。おお。日本非常に難しい試合展開になっています。守りが固い。ウルグアイまた選手の入れ替えを行います。出ていく選手ですけど見ていてだいぶ運動量も落ちてましたから、そういった交代だと思いますよ。この残り時間で意地を見せられるか。このボールをカット。いい守りです。ああいいカットですね。そして今笛が鳴りました。試合終了。ウルグアイ大差で勝ちました。しかし北澤さん、今日の試合ですがどのようにご覧になりましたか。そうですね、差がついてしまいましたよね。ウルグアイとしては申し分のない試合だったと思いますから、もう大満足でしょうね。そうですね。それでは試合を振り返ってみます。前半12分、サラジェタ先制点となるシュートを放ちました。今思うとあの時点で今日の勝敗がついたことになります。それから前半44分、ジェバント、もう残り時間が少ないところでしたが重い重いこの追加点。そうでしたね。打ったことだけでなく反応できないほどのスピードで打ち込んできましたからね。しかしボール早かったですね。ご覧の通り結果は3対0、ウルグアイ勝利をものにしています。そろそろ放送時間もなくなってきました。解説は北澤豪さんでした。北澤さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。実況はジョン・カビラがお届けしました。皆さんまたお会いしましょう。